はい、吉田智です。今日は東京都立大にやってきました。今までは首都大東京と言ってたんですが、小池さんが元の都立大に変えました。石原さんの時代が終わったということです。さて、都立大の大学祭に行ったのは初めてなんですけど、最初この南大阪から上がってくるロケーションで非常に感じがいいなと思ったんですが、若干がっかりをした面があります。ゼミなどの発表がないということでですね、部活の皆さんや、あるいはサークルの皆さんが出展をしたり、あるいは自分たちの歌を聞かしたりしてくれてたんですが、ゼミの発表がないなと残念に思ってたんですが、実はですね、連続講座が予定をされておりまして、公開講座、誰でも入っていいと。当たり前にあるものを突き詰めるというちょっとこう堅苦しい表現なんですけど、邦楽の分野、あるいはさまざまな分野からこのタイトルシリーズで講座が組まれておったんですが、ちょっと時間の関係で私は最初の時間だけしか見れませんでした。非常にユニークな先生でですね、オケシャ、名前もちょっとユニークなんですが、オケシャ文明先生という先生がお話をしていただきました。私たちは法律や条例というものに関わる仕事を私はちょっと若干でやっているんですけども、その方がそもそもどんな根拠があるのか、あるいは従来の人間が生きていたのと起きてとどういうふうに関係があるかということをスタートから話をしていただきましたので、非常に心が洗われる気分になりました。今日の話をまた頭の中に片隅に置いて、自分のこれからの活動につないでいきたいと思います。吉田智でした。終わります。